ラグマル・ノイバウアーは旧東ドイツの陸上競技選手。1980年代に400メートルを中心に活躍した女子短距離選手である。1988年ソウルオリンピックの銅メダリストである。チューリン元州、ズール出身。ノイバウアーは1982年のヨーロッパ選手権に出場。400メートルでは6位に終わったが、4400メートルアールでは、 キルステン・ジーモン、ザビーネ、ブッシュ、マリタ・コッホと共に3分19秒04の世界新記録で金メダルを獲得。翌1983年の第1回の世界選手権の4400メートルアールでも金メダルを獲得した。1984年ロサンゼルスオリンピックには東ドイツが出場をボイコットしたため不参加であったが、 オリンピックの直前には、ノイバウアーとゲジーネ、バルター、ブッシュ、コッホの4人は、4400メートルで3分15秒92の世界新記録を樹立している。この記録は2008年現在でも世界歴代3位の記録である。ノイバウアーは、1987年のローマで開催された世界選手権の4400メートル R でも金メダルを獲得。そして、 1988年、初出場のソウルオリンピックでも4400メートルアールに出場したが、4年前にノイバウアーラが出した東ドイツの世界記録をソ連、アメリカに更新され、銅メダルに終わった。ありがとうございます。